手はジードだ。グズグズしてたらこっちまで殺される。けっ、勝手にしろ。俺は逃げるぜ。じゃあな。うわぁ、なんだお前ら、助けてくれ。お、あんた来てくれたのか、助かったぜ。こっちだこっち、頼むぜ、こいつらを倒してくれ。一緒ならジードの連中も怖くないぜ。よし、俺も連れてってくれよ。左下のプラスの枠をタップして俺をパーティーに入れてくれよな。よし、これで一緒に戦えるぜ。この先にジードがいるみたいだぜ。気をつけろよ。抵抗をやめろ。さもなくはこの小娘の首を引きちぎるぞ。食料を持ってこい。それであの小娘の壺を押して。けどどうしてあの町に居座らねえんだ。おめえぐらいの腕があったら簡単じゃねえか。と、待ってくれよ。ミッションで星を3つ獲得したから星ボーナスがもらえるぜ。クエストにはそれぞれ3つずつミッションがあって、達成した数に応じて星ボーナスがもらえるんだ。ほら、
そこの宝箱を開けてみてくれよ。おお、すげえ。G、これを使えば今倒したジードが仲間にできるぞ。使え。右下にある剣士アイコンから剣士一覧を開いてくれ。集めたかけらを使ってジードをリバイブするとジードが仲間になるんだぜ。リバイブ！よし、ジードが仲間になったぜ。こうやって集めたかけらをリバイブすれば剣士が仲間になるんだ。剣士のかけらが集まったらどんどんリバイブして仲間を増やしていこうぜ。じゃあ今度はジードをパーティーに編成してみようぜ。追加したら次は隊列変更だ。ジードは防御力が高い隊タイプだ。ジードを動かして前列と入れ替えてみてくれよ。これでジードを前列に配置できたな。じゃあ編成したパーティーで先に進もうぜ。危険な悪党ど。銀の村を後にしたケンシロウとバット、旅を続ける二人の前に老人を襲う悪党が現れる。暴力が支配するこの時代、待ち望むのは救世主。ひねり潰してやる。なあケン、コンボのやり方は覚えてるか？もう一回おさらいしておこうぜ。コンボをつなぐには攻撃の時に現れる北斗七星の7つ目の星が光るタイミングでタップするんだ。うまくコンボをつなぐと相手のダメージがかなり増えるぞ。3人俺は死ね。左下にボタンがあるから使ってみてくれよな。顔ども効かんわ。そりゃあクラスアップで剣士を強化できるようになったぞ。
早速やってみようぜ。さっきのバトルで手に入れた素材を使えば、クラスアップ成功だな。クラスアップの素材はクエストで手に入るから、どんどんクエストを進めて素材を集めようぜ。